オリンピックジャベリンに使用された395系電車オリンピックジャベリンとは2012年開催のロンドンオリンピック招致で発表された高速列車のシャトルサービス計画である。この計画は2012年に開催される夏のオリンピックの招致で国際オリンピック委員会が貧弱と考えているロンドンの公共交通輸送機関を改善する重要な部分である。このサービスは オリンピック期間中、セントパンクラス駅とケント北部のエブスフリート国際駅を近隣にオリンピック公園が計画されているストラトフォード国際駅を経由して結ぶもので運行はハイスピード1を経由しサウスインスタンが行う予定となっている。セントパンクラス駅とエブスフリート国際駅の所要時間はそれぞれ7から8分と10から15分それぞれの 方向でかかることになっている。また、列車の運行間隔は6分ごとになる。セントパンクラス駅では、ロンドン地下鉄が市内と、その他の列車で、ミッドランド、スコットランド、イングランド北部と接続される。同時に、エブスフリートでは、列車とバスで、ケント州北部、テムズゲートウェイと結ばれる。線路容量を空けるため、期間中は、 ユーロスターはストラトフォードを通り過ぎなければならず、大陸側から来た観客はエブスフリートで乗り換えとなる。80%のオリンピック観戦客は鉄道によって会場を訪れると予想されている。オリンピック公演は1時間あたり24万人の容量があり、そのうち2万5千人はジャベリンの列車を利用する。使用が予定されている車両は、 ハイスピード1の国内通勤輸送サービスで使用される車両と同じで日立製作所に発注された395系電車が使用される。国内輸送は期間中休止される予定である。2億5千万ポンドで28編成発注された。この車両は A トレーンと新幹線をはじめとして今まで蓄積された日本の鉄道車両技術をベースにし、 欧州で走る初の日系メーカーが製造した高速鉄道車両でもある。ありがとうございます。